皆さんこんにちは、バーチャル GK のゆとりぬです。というわけで本日2020年11月12日いよいよ来ましたね。皆さん何の日か分かってますよね。ということで来ましたよ、いろいろ。早速ね、すべこべ言ってないで開けてみましょう。じゃん、塊魂のパーカー。よいしょ。まずはアマゾン限定のエコバッグ、かわいい。そして来たよ来たよ、よいしょ、重っ、よいしょ。PS5 やったやったやった。こっちも開けてみましょう。こちらはデュアルセンスコントローラーと充電スタンド、そしてソフトはリミッツ。かわいい。今回今購入したのはこの4点セットになります。よし、では早速 PS5 本体を見てみたいと思います。お、まずこんな箱が出てきました。これを開けると説明書だね、説明書と、これ電源のケーブルと、そしてついに出た出た新しいコントローラー、デュアルセンス。今までね、あのデュアルショックっていう名前だったのが今回から名称が変わりました。でもね、あんまり変わってない。持ち心地とかもそんなに大差ないかな。結構ね、PS4 遊んでた人はすぐにこう慣れる、親しみのある形になってる気がしますね。そしてこれが PS5 をホールドする台座ですね。これ昔 PS2 の頃から本体の縦置き横置きどっちにも対応してたけど、縦置き用のスタンドが標準で本体に付属するのは今回初なんですよね。さらにもちろん HDMI ケーブルも付属しているので、本当にこのセットさえあればね、いつでも遊べるという感じになっています。よいしょよいしょ、出た出た、いよいよ来ましたよ。よいしょ。さあ、この純白のベールを取りましょう。よよ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 、出た。皆さん、こちらが PS5 です。どうよ、どう。俺もみんなと同じ方向から見よう。でけえな、やっぱほんと。なんか実物見るとよりなんか加湿器感がすごいね、やっぱり。まあ白がね、膨張色っていうのもあるから余計大きく見えるのかもしれないけど、かろうじて部屋に置けるかなっていうくらいのサイズ感ですね。あ、でせっかくなんでこれ台座につけてみますか。はい、こんな感じでちゃんとね、台座がついて安定感が増しましたね。うん、ちょっとぐらいだったら揺れても全然大丈夫。もちろんこれ横置きにも対応していて、このスタンドが横置きの向きにも、くっつけられるので、どっちもね対応してますので、好きな置き方ができるようになってます。はい、ということで全部付属品とかもね出して一通り見てみたので、早速PS5 くん起動してみましょう。イエーイ。はい、というわけで早速 PS5 を起動してみましょう。スイッチオン、ポチ。
ちなみに初期設定とかはいろいろ済ませておいた状態になっています。あんまね、でもあのメニュー画面とかは見てないので。さあ、おなじみの PS ローが出て。おぉ、めっちゃこのパーティクルが綺麗だよね。こんな感じ。いつも犬はこの王子の、塊魂の王子のアイコンを使ってます。これでログインができると。はい。これが新しいね、PS5 のメニュー画面になっています。まあ、基本的にはなんか配置の感じはそんなに変わらないのかな。こういろんなアプリとかゲームがこう並ぶとこなんだね。まだ今んとこ何のゲームもインストールしてないので寂しい感じなんだけど、いろいろゲーム増やしていくと多分この欄がね、増えていくんだと思います。あとこう、PS ストアとかもね、あるんだけど、今まで PS4 とかだと PS ストアアプリを選ぶと、そのアプリに移動というかアプリを起動するような形でストアに入れたと思うんだけど、これ実はもう、このメニュー画面とシームレスに繋がっていて、ほんとサックサクなんだよね、この移動が。もうバンバンいろんなゲーム出てくるし、例えばこのラチェット&クランクとか選んでみると、もうストアページに行っちゃうと。画像とかもバンバン出てくるし。これいいよね。そしてさらにこの上に、今ゲーム欄になって、なってんだけど、これをメディア欄に移すと、いろいろ YouTube とか Netflix とか、映像メディアが見れる欄に移動することができます。PS4 とかだと、まあ PS4 でも Netflix とかもちろん使えてたんだけど、このゲームソフトと、ネットフリックスとか YouTube っていうのが全部ごっちゃにこう、この欄に並んで、行きたいところにすぐ行けなかったのが、今回すぐにね、この LR を押すと、L1、R1 を押すとこのゲーム欄、メディア欄ですぐに移動ができるので、すぐにこうね、見たいところに行けるっていう。これはめちゃくちゃ便利ですね。ということでせっかくなので、このアストロプレイルームをちらっとね、頭だけ遊んでみたいと思います。プレイ!この、PS5 の、このコントローラー、新しいコントローラー、デュアルセンスの、性能とか、新しい機能とかを、触れることができる、試すことができるような、簡単なアクションゲームの、アプリになっているらしいです。出た出た。アストロズプレイルーム。あ、もうこの時点でもう、振動してるわ、コントローラーが。ボタン押してみよう。アストロズプレイルームへようこそ。ここではデュアルセンスワイヤレスコントローラーのクールな機能の数々を体験することができます。アストロと一緒に PS5 の中を冒険する準備はできましたか？さあ始めましょう。レッツゴー。おー、宇宙だな。もう今の時点で結構ね、コントローラーの振動がいい感じ。あ、プレステ、あ、プレス1懐かしい。あ、プレイステーション2懐かしい。あ、 PSP、 ムーブ、 PS4、 3、 4、 あ、 VR、懐かしいね。デュアルセンスワイヤレスコントローラーを紹介します。あ、すごいなすごいな、わかるわ。みんながすごいすごい言ってた意味が。で、アダプティブトリガー。あーとしか今のところ言えないんだけど、この LR すごい。今まで通常の状態だと LR 普通に PS4 みたいな感覚で押せるんだけど、 L2R2 今はね、すごいね、途中にすごい取っかかりがある、引っかかる感じがある。で、その引っかかりをさらにこうやって押し込むとジェットが出る感じ、すごいな。これゲームの場面によってこのトリガーの負荷をいろいろ変えることができるらしくて、例えば銃を撃つシーンとかはなんか本当に引き金を引くような感覚がこうトリガーにあったりで、これね、左のジェットが出てるときはコントローラーの左側からしか振動が来ないのよ。新しいな。そしてタッチパッド、これはね PS4 でもついてたんだけど、このタッチパッドエリアが、PS5 版の方が大きくなってるらしいです。あんまこう使わないけどね。そしてモーションセンサー、ボットたちが、可愛いボットたちがいっぱい入ってきて、このね、加速度センサーとかも入っているので、コントローラー自体を傾けると、画面にも反映されると。
あ、ちゃんと右に傾けると、こうさっきコントローラーに入ったボットたちがこう左側にコツンコツンって落ちてくる感じがすごいわかる。でこれコントローラーにもスピーカーがね、 PS4 版とまあ一緒なんだけど、スピーカーがついてるのでその音も聞こえるんですよね、コントローラーから。入ってるかな、マイク。そしてコントローラー自体にもマイクがついてるので、ボイスチャットとかをこのねコントローラーのマイクですることもできると。すごいね、ブルブルいますね。さあ、そして、あ、PS5 が出てきてと。おー、いいね。で、もう寄った。おー、寄った寄った寄った。入っちゃった。さあ、ここからゲームですかね。あー、TR センスだ。ちゃんと、動きに合ってる。で、タッチパッドをこすると。はい、アストロくん。これはね、PSVR、あ、PS4 の無料ソフトとかでも出てきたキャラクターなんだけど、PSVR で出たね、アストロボットレスキューミッションっていうゲームがね、それの主人公でもあったんですよ。この彼はね、アストロくん。あのゲームがめちゃくちゃ面白くてね、それのね、あの開発チームが作ってるので、多分これも面白いんだろうなと思うんだけど。これで、バツボタンでホバリングと。でね、もうここをね、ただ歩いてるだけでもね、コツコツ言ってんのよ、コントローラーが。この金属の床を歩いてる感覚がこの手にも伝わってくるっていうか、コントローラーの内側からなんかこう、人差し指で爪でこう、コン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 ってこうノックされてる感じがしますね、これ。あー、これを長押しして、グググと引っ張ると、この、グググと引っ張ってる間にもこう、カツ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 って、こう伸びてる感じが、きますね、振動で。おー、出てきた。うわー、入ってきて。ファン。ファンが出てきて。で、さっきも書いてあったけど、PS5 の中の世界なんだよね、きっとね。これなんか、ハードディスクドライブみたいな。あれなんだ、GPU かな、メモリかな。あー、初代プレステが出てきた。わお、すごいな。でもこのここのプレステのロゴの上めっちゃ気持ちいいこの金属感すげえ。ここはね、なんかプラスチックみたいな感じなんですよ。ここめっちゃ気持ちいい。このあの振動の感じと、あと、コントローラーから出てくる音、コントローラーのね、スピーカーからね、なんか金属音がするんですよ、これ。この振動とスピーカーの音とのこの合わせ技がめっちゃ気持ちいい。いや、これはすごいな。やっぱ振動機能がすごいいいね。せっかくなんでちょっと入ってみますか。クーリングリゾート、行ってみよう。ワープ。で、やっぱロードがめっちゃ早いよね。3秒ぐらいじゃない今。移動時間。これさ、あ、マップがあって、これもう一回戻ってみようよ、ここ。ここ選んで、ふわーってなります。ロード入ります。おー、もう2秒ぐらいだもん。早っ。すごいね。いや、早いわこれはこの快適具合はすごいわ。すっげえで、ね、海だしめっちゃいいなー。あー、滑ってる滑ってる。あー、滑ってる滑ってる。滑り台を滑って、あー、あー、なんかこう海を泳いでる感じがするわ。なんかこうお風呂の中をこう手でこうお湯をかき回してるような感じがめっちゃきますね。まあ、多分技術的にはあの任天堂スイッチの HD 振動とそこまでは変わらないと思うんだけど、やっぱスイッチとの一番の違いってコントローラーの形だと思ってて、やっぱこう手に
フィットする形をしてるんですよね、このデュアルセンスコントローラーの方が。だからよりこの振動がこう直に手に来る感じがして、よりスイッチよりもなんか臨場感がある感じ。いや、こんな感じで、まあもちろん画面も綺麗だし、まあ、ロードも早いし、でこの振動もね、なんか、まあ、大きな違い、そんなになんかゲームをこうめちゃめちゃ変えるすごい技術だとは思わないけど、まあ、よりこうね臨場感が今までより増すっていう点ではすごいいいなっていうふうに思います。いやー、これで今後ゲームをいろいろするのは楽しみですね。いやー、変えてよかった変えてよかったですよ本当に。そんな感じで、プレイステーション5開封および少し触り遊んでみましたが、いかがでしたでしょうか。今後も PS5 のゲームも始め、ゲーム実況配信だったり動画だったり、していく予定ですので、もしよかったらチャンネル登録などよろしくお願いいたします。それでは以上、ユドリーヌのプレイステーション5開けてみたでした。バイバーイ。あ、ストロークもバイバーイ。あ、ゲームしてる。じゃあねー。